皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドで、3D ワールドの方もね、同時進行で更新してるんですが、今回はこちらフューリーワールド完全新作のマリオです。これなんかね、俺あんま情報仕入れてないんですけど、クッパジュニアと一緒に協力してクッパを倒しに行くのかな。クッパなんでこんな真っ黒なんだろうね、ちょっとわかんないですけど、進めていきましょうか。いきます。怖っ怖っ、この画面いくぜ。うわぁ、天気がいいね、マリオくんね。おお、今日はいい天気、散歩楽しい。うん、眠たい。なんか落ちてる。え、なにこれ黒いの。え、ペンキかな。なんだこれは。わわわわわ、なんか足の裏汚くなっちゃった。そう、なんかすあれ、これマリオサンシャインで見たことあるこのマーク。あれー助けてー。さあ、インクの中の世界へ行っちゃった。マリオくん、どうなっちゃうの。ん、わー、え、なにこれ、嵐の夜みたいな。おーおーおー、なんだこれ。あ、赤い、あ、頭が、あ、マリオこれマリオ、もうダメだ、動けなくなった。え、待って、3D、 ちょっと待って、これ、3D ワールド、箱ワリオやん。箱庭ワリオだよ、マリオやん。え、マジでこれ、マリオギャラクシーとかさ、マリオサンシャイン、マリオ64みたいな。え、全部のとこ動き回れるマリオやん、これ。え、すごい。待って。え、アクション要素は、転がったりとかは基本的な要素はあるわけで。ねえ、ちょっと行ってみようか。え、なんだこれ。え、すげえ。よし、歩こう。ん、これクッパの船だよね、いつものクッパ船。へい、クッパ船なんでこんなとこにあるんだろう。で、何この箱、クッパ箱クッパ印の箱。おら、あ、壊れない、クッパ印の箱は。ジャンプボタン、 B ボタン。よし、クッパの船の中に乗り込んだ。なんだこれ、な、クッパがいる。危ない。なんだこの、え、ちょ、いきなりクライマックスかよ。やばいってこれ。ちょっと、どう、道が塞がれてる。いや、コイン取るか、一応。でも、クッパ、お前の思い通りには俺ならねえ。な。いけない、ここ、壁キックできねえ、この壁。あ、なんか降ってきた。おお、怖い。よし、これは危険だ。急げ。こっち行ける、ここの上。なんかある、ここ。なんもない、ここ。あー、落ちちゃった、また。クッパ、なんであんなでかくなって黒くなってんだ。え、なんだ、あの猫みたいなやつ。取りたい、あれ。で、飛んだ。わー、なんか箱が壊れた。あ、道ができた。ありがとう、ありがとう、クッパ。さあ、この猫を取ったら、何かが変わるのか。キャットシャイン、輝け、東大の猫シャイン。何これ、あ、シャインの力で、灯台が元通り、あ、光に弱い、あ、体力減ってる。なんだこいつ。おお、え、いつもより背中のトゲが鋭くて怖くなってる。右下ドット絵でかクッパだ。え、なにこのクッパみたいな、クッパの甲羅2つ合わせのやつ。なんか出てきた、なんか下が出てきた、世界が出てきた。え、なんだこのゲームわあ、なんか灯台がいっぱいある。で、灯台が全部なんかペンキまみれとインクまみれみたいな。ヘルプー、ちょ待って、これだけで売り出した方がいいんじゃねえかこのゲームすげえぞこれ。さて、おお、ここがこの世界ね。てっぺんから見渡せるわけやな、ここから。おぉ、降りちゃったけど。え、なにここ、あっちから来たんだよ俺たち、あの戦艦のとこから。ねえ、不思議なとこに来たもんだね、マリオくん。とりあえずヘルプ言ってるから助けに行こうか。ウェイ、やば。あ、ヘルプ言ってたん、ジュニアやん。何してんだお前。おい、マリオ、クッパ、パパが、うん、
パパが、真っ黒になっちゃって怖くなっちゃった、怖い、おう、どうしてこうなったのかわからないお父さんがおかしくなったので助けてほしいかもしれないとクッパジュニアは伝えたようだ。どうしようかな、お前今まで悪いことしてた、助けてやろうかな、どうしようかな、自分じゃお父さんをどうにもできなかったんだとクッパジュニアは伝えたようだ。しょうがねえな、今回だけやぞ、ねえ頼むよマリオ、まマリオにお願いするなんて本当はすごく嫌だけど助けてよとクッパジュニアは伝えたようだ。オーイエイ、ねえわーい、なんだクッパジュニアが仲間になった、クッパジュニアのお助けが使えるようになります。なにこれ、お助け、まあまあすごく助ける、まあまあにしとこうか、まあまあお助けしてくれます、どれぐらいお助けしてもらえるかはオプションから変更できます。最後にもう一個アドバイスだね、コントローラーをお裾分けすればマリオとクッパジュニアそれぞれを操作することができる。だって俺一人プレイだからジュニア使えないけど、ジュニアと一緒に冒険するんだ、なんか世界観的にはねマリオサンシャインに近いのかなっていう感じだよね。マリオサンシャインやったことありますか？昔ね実況プレイを出してますので、マリオサンシャインも興味ある方は見ていただけたらと思います。おうち、そんじゃ行こうか。うわ、なんか普通にフィールドに敵がいるんだけど、どういうことこれジュニア行け、やっつけれるかジュニア、やっつけてくんないんだ、思ったよりちっちゃいなジュニア、猫になりたいなそろそろ。では、猫猫島輝け東大の猫社員、これ待って、ステージ選択とか一切ないんだけど、ねえなんだお前は、うわやっつけてくれた、強っ、ほいいいね、あ出た出た、猫マリオ、猫マリオイズゴッド、よし、分かんないけどとりあえず普通に進めていこうか。やべえこれ 3D マリオやん完全に、すごいねこのゲーム、あ痛い、いやなんか出てきた、よいしょありがとうよ、ふい、さてさて登っていこうか、こんな子になんもないよね登っていても、あれ一応登ってみるね、あここ行けんじゃん、なんかある、ヘイゲットです、ん何今の、あ見て下になんかマーク出た、ねえ各ステージに5個ぐらいなんか猫のなんかがあるのかな、だからしっかり探索しながら攻略してねってことでしょうおそらく。いやでもこれむずくねこれほんと、だってこういうとこに探索しなきゃいけないのこういうとこ、え何これ見てハテナマーク、えクッパジュニアに頼む、ふうふうい、いや頼むよ、えなんかマークついた、あファイアフラワーじゃん、ありがとう、でもファイアフラワーより猫の方がいいんだ俺、猫になりたい、よし、へえこういう効果もあんだね、なんかマークをつけて、む上だよーってやつ、これどうにかできないんだこれ、何もできないんだこれ、ジュニアお前何もできないのかここ、しょうがねえなー看板壊しちゃった見て左下すげえストック溜まっていく、いいねこれ、何なんだろうねクッパの模様は、多分今後だよなんか潰せるようになってくるのかな多分ね、いいことじゃ、はい、さあなんか戻っていい感じに戻ってきました、さあ猫のストックがだいぶ出てきた、なんかスター出てきたよ、スターマジ、もうやんだ、おらおら全部やっつけてやったぜ、いや道中結構スルーしてきちゃった俺、ね、俺スルーするのあんま好きじゃないんだよみんな、てから一回戻るね、あ落ちちゃった、うわあ落ちても大丈夫、特に何もないここ今、自分がどこにいるか分かんなくなっちゃうよね、でもこのステージ見て、あそこになんかある、見てなんか猫のマーク、あれなんだろう別世界かな、でシャインも見える、俺完全違うとこ来てないこれこれ、何これ猫ドンケツ進めてパタンパタンと、ちょっと待って待って、これ違うとこ来た、俺違うとこ来た、ね、一面ではない絶対、戻ろう、あそこに見える社員が、じゃ一旦戻るねさあ猫猫見えてきたよ、また帰ってきました、さあ猫猫と今遠くから見たらね、ここにある猫のマークがいっぱい見えたから全部回収しちゃいましょうか、
さあ1個取り逃してる。なんか猫がいる、見て。にゃお、にゃお。なんだよ君たち、猫だ猫だ、ついてくる猫。なに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 、え、なんか黒く黒いやつが、え、これ誰、クッパ、クッパ出てきたの、なんで。また嵐の夜がやってきたな、マリオ。ここからは絶望の時間だ。いやいやいや、え、猫ブラックキャットだったじゃん、ブラックキャットに。どうしたんだおめえら、何が起こってんだこれ。嵐の力で、やばい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 、待て待て待て、意味がわからんこれ。嵐と嵐じゃない時になんかパターンがあるの、わかんないわかんないわかんない、これなんか、頭がおかしくなった俺。お金がいっぱいある、お金がいっぱいある、嬉しい。これどうやってんだこれ。あ、終わり、痛い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 。え、これなんかこの時じゃないと取れないアイテムとかあるのかな、多分。で、これとかどうなの、これどうすんのこれ。ここになんかやってもらって壊してもらうのかな、クッパとかに攻撃してもらって。ほらクッパ、うわービーム来た、うわ行って、やっぱこれだこれだこれだ、やった、シャインゲットした、ゲットシャイン、熱戦で発掘猫シャイン、灯台の力が強まった。あ、いや違う、灯台が出た、帰れ、まったくおめえは。あ、待って、体力どんどん減ってる、なるほど、こうやってシャインを取って、クッパ、何クッパって言うんだろう、これブラッククッパって言うと、ブラックブラッククッパくんね、ワルクッパくんをね倒すみたいな感じなのかな、わかんねえや。いやちょっとこれ頼むよ。あれさっきこれ叩かなかったっけ、隠しブロック取ったことなくなってる。猫お前なんなの、あ、待って、上になんかあんじゃん俺。待ってね、これ取っちゃおう、使っちゃおうぜ猫、いっぱいあるからね、いっぱい使っとこう、こういうのは。へい、よし、さあこれで3つゲットしましたね。あと2つゲットしてシャインをゲットするところまでいけたらいいなと思ってます。落ちちゃった、つらい。もう落ちちゃったけど、気になったけど、あれ、あそこなんか怪しくね、いかにも、いかにものあれだよね、いかにもの、ほら、いかにものやつだ、ほら、裏返って、へい、ゲット、これ4つ目だ、やったぜ、へへへへへ。見て猫ちゃんかわいい、ほら、これ写真撮れるんだよね、見て、ほらこうやってマリオモテてるね、え、マリオ、あーあー、なんか掴んじゃった、あさっきのモテてる顔とは大違いのねえ、フィルターとかもあるんだよね、こんな風に。うわ、なんかいっぱいある、これマリオオデッセイとかでもあったよね、こういうスナップモードみたいなやつ、これ楽しいよね、俺すげえ好きなんだよ、このなんたらモードみたいなねえ。なんかハンコを押すみたいな、何これ、あ、ハンコとかこうやってねえ、ペチって押し、ああこんな風に押せるんだ、なるほどな。猫ちゃん連れていこうか、せっかくだし、この子は私のものもうどこにも連れていかないよ。さて、誘拐犯ダイダラ誘拐してます、めっちゃついてくるやん、でもこれほら見て、かわいい、あー、なんかいる、うるせえ、やんのか、ほら、うるせえ、よし、さあてっぺんまでやってきた、あそこに見て、ほらまた猫の印がある、へい、さあ全部揃ったら、あれ、シャインゲットだ、猫シャインチップ5枚集めろ、あ、これ集めるとそういう効果あるんだ、ふーん、さあ光あれで、光がさらに強くなった。でもクッパいる時じゃないとさ、あれなんだね、あのダメージ与えられないんだ。さああとはシャイン取るだけですね、ここ。あら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 、いいんですか、ゲットしちゃって、行きましょうか、レッツゲット、シャインゲット、輝け灯台の猫シャイン、見事じゃ、ダイダラくん、これで3つのシャインをね1回でゲットできましたね。なかなか面白いな、このヒューリーワールドね、ヒューリーワールド、これ上いけないの、あ、いけるいけるいける、上に参ります。あれ、なんかシャインがもっとあるのかな。ここで灯台からちょっとしたお知らせです。猫シャインの輝きで絵の具の汚れ落とせます。でも猫シャインは気まぐれ、
見つからないときは他の島を探しましょう。灯台のある島が怪しいのでぜひ高いところから見渡してくださいねっていう。これ多分見てほら、ここのステージまだあと2つ社員が隠れてるってことだよね。多分ね、道中にいた猫が怪しいなとは思うんだけど、あの猫でどう使えばいいかとか全くわからないからね。あそこも怪しいね。あそこわかる？でも行き方わからないよね。例えばね、おお、こんな上からダイビングとかしても届かねえよな。ほらね、どうやって行くんだろうね上。多分こういうのもまた今後ね、行けるようになってくるのかなと思います。よし、じゃとりあえずじゃあ今回ここまでにしましょうか。さあ、フューリーワールド、ちょっと想像してた6倍ぐらいこれ新作マリオですやばい、めっちゃ面白いですね。さあ次回はこの次新しい島目指して進めていきたいと思います。あそこでね、社員午後でなんか封印が解けたりとかね、見渡す限りまた社員が見えたりするわけで、意外とやっぱ狭いのかなと思いますね。なんですけど、まあしっかりとじっくりとね、感染攻略できるようにやっていきましょう。それではチャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。また見てね。おつぱいや。